今回は龍の運気に乗ってお金と幸運をたっぷり受け取っちゃう方法をご紹介します。お金の不安が消え幸運が次々と舞い込んでくる。龍に味方されればそんな素敵な未来が実は誰でも手に届くんです。龍の助けをもらえるのは特別な人だけ。もしあなたがそう思っているのだとしたらそれは勘違いです。というのも龍は地球上の全ての人に運気に乗ってほしいと願っているから。そう、あなたも私も誰もが龍のパワーを受け取れる資格があるんです。今回の動画では龍のパワーを引き寄せるとっておきの秘訣をお伝えします。ちょっとした意識の変化と簡単な日々の習慣であなたの毎日は驚くほど変わり始めるんです。本当に私にも味方してくれるの？と思った方も安心してください。龍は私たちを助けるために常に寄り添ってくれる親友のような存在。優しくて頼りがいのあるとても心強い味方なんです。龍の手助けが欲しい、そう思った瞬間から龍はあなたを応援し始めています。ただし龍のサポートを受けるには人間側にも準備が必要です。準備が整っていないと残念ながら龍は働きかけをやめてしまうのです。龍の運の流れに乗ると自然と運が良くなります。さらに日常の中で龍の存在を感じられるようになればより多くのサポートを受けられるようになり目に見えない力と共に生きていることが実感できるようになります。運気の流れに乗る準備はできましたか？どうぞ楽しんでご覧ください。皆さんごきげんよう。幸せ図書館の館長のことぞらです。このチャンネルでは様々な本を紹介しながら今日から実践できてワクワクハッピーになれるような情報をお届けいたします。今回ご紹介する本は龍の後押しでお金と幸運を受け取るです。著者の大杉光さんは神社風土師家として神社参拝を通じて龍神や神様とのご縁をつなぐご活動をしています。本書はそんな大杉さんによる龍を味方につけて運気を格段にアップさせる具体的なノウハウが詰まった一冊です。ところで龍とは何者なのでしょうか？大杉さんによると龍といっても実は龍神と龍に分かれているそうです。龍神は人間の成長や変化を促す役割を担う神様、そして龍はその神様に仕える部下でご縁をつなぎ願いを叶える実動部隊なのです。ではなぜ龍は人間のサポートをしてくれるのでしょうか？それは龍が地球を守る仕事をしているからです。人間は地球に多大な影響を与える存在。そんな人間を助けることは地球を助けることにもつながるのです。龍は全ての人間を助けて運気に乗せたいと考えています。だからこそ私たちも龍の作り出す運気の流れを意識することで龍の後押しを簡単に受け取れるようになるのです。今回はそのための秘訣を3つのパートに分けてご紹介していきます。1、龍がお金を預けたくなる人とは。2、龍が訪れたくなる空間を作ろう。3、龍のエネルギーを取り入れる方法。1、龍がお金を預けたくなる人とは。金運アップ。実はその鍵を握っているのは龍のエネルギーかもしれません。というのも金運アップは龍の得意分野。龍の後押しが得られれば金運も自然とアップするのです。では龍がお金を運んできたくなる人とはどんな人なのでしょうか？それは自分をもっと成長させたいと願う人です。そうした人にお金を預ければ世のため人のためにお金を回してもらえるし、その人自身の成長も促すことができるからです。こう聞くとちょっぴり難しく感じた人もいるかもしれませんが心配いりません。大杉さんは簡単に取り入れられる方法もちゃんと教えてくれています。その秘密はあなたのお財布にあります。まずは龍が預けたくなるようなお財布を持ちましょう。あなたのお財布は今どんな状態ですか？汚れていたり破れていたり、レシートや小銭でパンパンになっていませんか？お財布の状態はその人のお金に対する扱いを反映しています。
お金を丁寧に扱う人はお財布も丁寧に扱います。そうした人には龍も安心してお金を預けられるのです。大杉さんによると、お財布は人から見られるものという意識を持つだけでも、実は入ってくるお金の量が格段に増えるそう。なぜなら自分で好き勝手に使えるお金という意識から、社会から預かるお金という意識に変わるからです。すると龍は、この人は自分以外の人や物にも意識が向く人なんだと思い、大きなお金を任せようとするのです。またお財布を買うときには、少し背伸びをして未来の自分にふさわしいものを選ぶと良いそう。おすすめは長く使える革製の長財布だそうです。色はその時に一番欲しい色を選びましょう。人生を大きく変えたいときには、個性的なデザインのお財布を持ってみるのも良いそうです。お財布を変えると、龍はそのエネルギーの変化を読み取り、新たなチャンスや運を運んできてくれます。お財布はあなたの運気を引き寄せるアイテムになるのです。本当に好きなものを手にしていると豊かさを感じますよね。するとお金は自分を幸せにしてくれるアイテムだと心から思えるようになります。そうやってお金に対する意識が変わると、行動が変わり、それに見合う出来事や人が用意されるようになるのです。龍に愛されるお財布を持てたら、今度は豊かさを維持する使い方を意識してみましょう。そのためにも理解しておきたいのが龍のエネルギーです。龍のエネルギーは螺旋状に循環しており、無限大を象徴しています。龍はこのエネルギーによって人間に成長を後押ししてくれる存在なのです。そう、この循環というキーワードがポイントです。お金も循環させるほどに豊かになるのです。世のため、人のために使うことで、新しい出会いや仕事の機会が自然に巡ってくるのです。だからこそお金を使う時には、これは社会や人のために循環させていると意識してみましょう。例えばボールペンを買う時にも、このお金で製造や販売に携わる人々が豊かになりますようにという気持ちを持って支払うのです。日々の小さなことでもお金を循環させている意識を持ち続けると、それが徳に変わります。徳とは他者への思いやりのこと。こうやって徳を積んでいると、龍はあなたにもっとお金を託したくなるのです。また増えたお金を循環させるには、自分の成長のために一定額を使うことも重要です。お金は自分の価値が換金されたもの。価値を高めるには学びや成長が欠かせません。では、好きなものを買ったり楽しんだりするのはダメなのでしょうか？そんなことはありません。龍はメリハリのある人が好き。息抜きとして楽しむことは大切で、罪悪感を持つ必要はないのです。それどころか、罪悪感は龍からのサポートを妨げる要因になります。そう、お金は使ってもいいのです。息抜きをしたり楽しむ時間も自分に与えてあげましょう。それでも罪悪感が生まれるのであれば、自分をリフレッシュさせるためのお金といったように、目的を決めて使うといいそうです。龍は基本的にその人の身の丈に合った分しかサポートしません。だから自分のためだけでなく、世の中や他の人のためにお金を使おうとすると、龍はその意図を感じ取り、私たちに見合ったお金を運んできてくれることがあるのです。例えば宝くじだってそう。宝くじを当てたい時も、世の中に自分の価値を提供するという意識を持つことで、龍からの後押しが得られることがあります。例えばこんな風に祈ってみてください。ヨガ教室を開いて、女性が内面も外見も美しく輝けるような社会を作りたいです。そのための資金を集めたいので、宝くじを購入しようと思います。サポートをお願いします。このようにお願いすることで、龍はその意図を受け取り、宝くじ当選という形でお金をもたらしてくれることがあります。大杉さんによると、実際にこの方法で高額当選したクライアントもいたそう。つまり自分の価値を提供することで、龍はその価値に見合ったお金を運んできてくれる。これが龍の力を引き出す秘訣なんです。2、龍が訪れたくなる空間を作ろう。
あなたの家に竜を招き入れる方法があるとしたら知りたくありませんか？実はちょっとした工夫でそのエネルギーを引き寄せることができます。そもそも竜はどこから家に入ってくるのでしょうか？実は竜が家に入るための扉となるのが鏡面。鏡はもちろん窓やガラステーブル、テレビやパソコンの画面も同じ役割を果たします。これらをきれいに保つことで竜は簡単に行き来できるようになるのです。さらに玄関も重要なポイントです。玄関は神社でいう鳥居にあたる場所。ここが整っていないと竜は入ってくることができないようです。大杉さんによると、竜が心地よいと感じる空間は、よどみがなくエネルギーが循環している生命力あふれる場所。そのためにも、お部屋のエネルギーを意識して空間作りをしてみましょう。例えば、リビングにはお気に入りのソファーや間接照明を使って心地よさを演出し、書斎は仕事や勉強に集中できるよう、余計なものを置かないようにしてみるなどの工夫をしてみる。このようにリラックスと集中のバランスが取れた空間は竜が心地よく感じる場所になります。また水の音を部屋に流すのもおすすめだそう。竜神は水を司るので、水の音がするだけで居心地よく感じてくれるのです。だから水回りをきれいにしておくこともとても重要。水は私たちの感情とつながっており、排水口などの汚れは運気の流れを滞らせます。お風呂、洗面所、台所、トイレ、洗濯機など流れを司る場所は意識して清潔に保ちましょう。といっても毎日大掛かりな掃除をする必要はありません。例えばお風呂を出る前に床やバスタブをさっと洗う、排水口の髪の毛を捨てる、使った後の洗面所や台所を乾いたタオルで拭く、トイレは一日の終わりに軽く掃除するなど、小さな積み重ねでよどみを流していくことを心がけるだけで十分だそうです。ほこりや汚れを放置することは自分の感情に向き合えていないことを象徴しています。それに、ほこりや汚れを見て見ぬふりを続けると、知らず知らずのうちに自分を責め、罪悪感を抱えてしまいます。だから、ほこりや汚れに気づいた時には、見て見ぬふりをせず、きれいにすることを習慣にしてしまいましょう。そうやって自分と向き合うことで、竜に後押しされやすい自分になることができます。また、本書では竜を呼び込むのに効果的なアイテムが2つ紹介されています。一つ目は花。生きた花や植物は生命力を象徴し、竜のエネルギーを引き寄せる力があります。大杉さんによると、竜が特に好むのは桜だそう。桜のさは穀物のエネルギー、蔵は大和言葉で神様の宿る場所という意味を表しています。つまり桜は穀物の神様のエネルギーを宿す木なのです。春にはお家に桜を飾るのを習慣にしてもいいかもしれませんね。花は私たちの心を明るくし、魅力開花のエネルギーをもたらすため、竜からの後押しを得やすくなるのです。また竜が好むもう一つのアイテムは絵です。玄関やリビングにお気に入りの絵を飾り、可能であれば季節ごとに変えてみるといいそうです。私もアートが好きで、お気に入りの絵をいくつか飾っていますが、部屋ごとや季節に合わせてアートを楽しんでみると、日々の生活がもっともっと楽しくなりそうですね。皆さんであれば、どんな絵を飾って素敵な空間を作りますか？このように竜を引き寄せる環境づくりは、日々の小さな心がけと工夫から始まります。こうした行動を通じて、竜のエネルギーを家に招き入れることができるのです。3、竜のエネルギーを取り入れる方法。つい頑張りすぎてしまう、休むのが苦手、この動画を見ている方の中にもそんな頑張り屋さん多いのではないでしょうか。もしかしたら竜は頑張る人が好きで、休んでいると見放されるんじゃないかなんて考えてしまう人もいるかもしれませんね。でもそんな心配はいりません。竜は休むこともサポートしてくれるのです。どういうことって思いました？竜は私たちに最高のパフォーマンスを発揮してほしいと願っているんです。
だって全くの休みなしに私たちは素晴らしいアイディアを出し続けたり、エネルギッシュに活動し続けたりすることはできないですよね。大事なのはオンオフをしっかり切り替えて素晴らしいパフォーマンスを発揮すること。だからリラックスとリフレッシュのバランスが取れている人が龍は好きなのです。私たちが頑張りすぎていると、龍は少し休んだ方がいいよとさりげなくサインを送ってくれます。例えば普段通りのことがうまくいかなかったり、怪我をしたり、そんなアクシデントは疲れているよ、注意力が散漫になっているよという龍からのメッセージなんです。こうして私たちが無理をしないよう自然に休息を促してくれるのです。大杉さんによると、こういった時こそ龍からのサインだなと感じて思い切って休むことが大切だそうです。リラックスすると心に余裕が生まれ、新しい情報や出会いが引き寄せられるようになります。すると人生にたくさんの良いことが次々と舞い込んでくるのです。またリラックスに関連して、本書からお風呂でできる簡単なワークもご紹介します。龍は水を司る存在なので、お風呂に入っている時は龍のエネルギーがすごく取り込みやすい状態なのだそう。このワークはとてもシンプルですが効果的です。まずはお湯を龍のエネルギーに見立てて、バスタブの中で全身の皮膚からそのエネルギーを吸収するイメージをしてみましょう。リラックスしたい時には、優しいエネルギーがじんわりと肌全体に浸透していくのを感じてみます。反対に元気を出したい時は、力強いエネルギーが体全体に流れ込んでくるのをイメージします。冷えている部分や疲れた箇所は気の流れが滞りやすいので、そこを重点的に龍のエネルギーで満たしていくイメージを持つのがポイントです。さらにより集中的にエネルギーを取り込みたい時には、シャワーを使ってみましょう。例えば肩や腰が凝っている時には、シャワーヘッドをその部分に近づけて、龍のリラックスするエネルギーが流れ込んでいる様子をイメージします。反対に仕事にエネルギーを注ぎたい時には、成功運を司る背中にシャワーを当て、そこから活力あふれる龍のエネルギーが流れ込んでいると感じてみましょう。このように意識して龍のエネルギーを取り込むと、龍もとても喜ぶそうです。毎日のお風呂で簡単に取り組めるので、取り組みやすいですよね。バスタイムを活用して龍とどんどん仲良くなっちゃいましょう。でも龍のエネルギーを感じる方法、まだまだ他にもあります。実は龍と出会うのに特別な能力は必要ありません。私たちが本来持っている五感を磨くだけで、ちゃんと引き合えるようになっているのです。じゃあ五感を磨くのに最適な場所ってどこだと思いますか？それは自然の中。私たち人間も本来は自然の一部だから、自然の中に身を置くことで自分本来の感覚が目覚めます。すると視野が広がり、普段は気づかないものにも注意が向きやすくなるのです。特に触覚が磨かれると、なんとなく心地よいとか、なんとなく嫌な雰囲気がするといった、目に見えないものを感知する能力も高まります。ここは気持ちいいな、もっとここにいたいなと直感的に感じる場所、きっと皆さんにもありますよね。そんな場所こそあなた自身のパワースポット。五感を磨くことで、あなただけの特別な場所を見つけることができるのです。龍は自然の中に溶け込んでいます。雲そのものになっていたり、風に乗って流れていたり、土の中をうごめいていたり。だから私たちが自然を好きになるほど、龍ともつながりやすくなると大杉さんは言います。ちなみに龍雲を見かけた時は、今後チャンスがやってくるよというサインだそうです。自然を愛すると聞くと、なんだか特別なことに感じるかもしれませんが、愛するとは関心を向けること。例えば道で見かけた街路樹の木や花などに、おはよう、今日も頑張って咲いているね、いつもありがとうなど声をかける習慣を持つことでも、愛は育っていきます。龍が愛し守ろうとする自然、その自然を守ろうという思いを持つ人の願いは、龍も全力で叶えてあげたくなるのです。
さて、こうした習慣を意識していくことで、私たちは龍神思考を身につけていきます。龍神思考とは、龍神に愛される考え方のことです。そしてその考えの基本となるのが、自分は影響力を与えることができる人間だという思考を持つこと。もしかしたらこの動画を見てくれている人の中には、自分の力はちっぽけだし何の役にも立てていないと自分を過小評価している人もいるかもしれません。でも人は誰でもその人にしかない価値を持っています。例えばなぜか一緒にいるだけで癒される人、それは相手を包み込むようなその優しさこそがその人の価値です。大きな影響力を与えようとしなくても、自分がその時与えられる範囲でいいのです。家庭の中だけでもいいし、職場でもいい。自分の価値を手渡すことで、この世の中はどんどん良い世界になっていくし、龍神はそんなあなたを応援してくれているのです。大杉さんによると、龍神は時として私たちを成長させるためにあえて課題を与えることもあるそう。でもそれは成長のチャンス。試練と思える出来事が訪れた時には、龍神は成長しようとする人が大好きということを思い出して、自分を見つめ直す機会に変えてしまいましょう。そうやって変化を恐れず、自分と向き合い、チャレンジを続け、成長しようとする人に龍神は味方してくれます。龍神思考を日々の生活に取り入れることで、私たちは龍のエネルギーとより深くつながり、自分自身と周りの世界に対してより大きな影響を与えることができるようになるのです。ここまで聞いていかがでしたか？私自身、この本からは自分が成長することで世の中や地球にもっと貢献していきたいという前向きな気持ちをもらいました。実は私、大杉さんが主催している神旅にも参加したことがあるんです。その土地の歴史や参拝のポイントを教わり、充実した時間を過ごせただけではなく、日々の感謝の気持ちもさらに深まりました。ご興味がある方はぜひ神旅もご参加されてみてはいかがでしょうか。本書には他にも、龍の後押しが得られる神社参拝の方法など、実践しやすい具体的な内容が詰まっています。ぜひ手に取ってみてくださいね。最新の本の情報は、私ことぞらの X やインスタでも発信しているので、フォローいただけると嬉しいです。また、この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになります。皆さん、今日も素敵な一日を。愛を込めて、ことぞらより。